新設橋渡る西園は、京都府京都市下京区にある新州大谷派の本山、新州本病の飛び地形大地。東本願寺の東方約150メートルに位置し、ほぼ200メートル四方の正方形をなす。面積3.4ヘクタール。西は、藍の町通り、東は、河原町通り、北は、上樹津屋町通り、南は、下樹津屋町通りに接する。 名称は、中国陸朝時代の詩人、東園明の、その日、渡るしかも上手の詩にちなむ。また、周囲に、唐立ちが植えてあったことから、唐立ち帝とも通称される。昭和11年12月、国の名称に指定される。旧世期末に、佐賀天皇の第十二子、源の通るが、欧州、塩釜の風景を模して策定した六条河原の院の、古地とされる。 付近に今も残る塩釜町や塩麹通りなどの地名はその名残という。寛永18年、徳川家光から東本願寺に寄進される。女王2年、石川城山によって書院式の海遊庭園として策定される。以後、近世、近代を通じて門首の引退書や外品の接遇書として用いられるなど、東本願寺の飛び地形第一として、 重要な機能を果たした。また、遠方6年から法歴4年の間は、西隣に接して、東本願寺の学寮が置かれた。園内には、全敷地の6分の1を占める広大な印月池を、はじめとする、第三要線の13系が広がり、大書院の風邸や、すぎま縮み園邸、大河座席の三茶室、第十一代現状の自物堂であった。 炎林道等、長者な諸電車が点在する。電車内部には、石川定山や加の営農、宗形志向等の作品が残る。庭園は、策定時の姿を残すが、安政5年、源氏元年の二度の理災により消失する。現在の電車は、京王元年から明治初期までに再建されたもの。7000平方メートルを超える広い池は、因果土といい、古くは、 高瀬川の水が引かれていた。明治に入り琵琶湖疎水が開通すると、東本願寺の下坊噴水用に、毛上げから専用の鉄管で疎水の水が引かれ、この水が渡る庭園にも引き込まれた。年間を通じて一般に公開されており、東本願寺で行われる諸行事等の際には、主事の催しの会場として用いられている。参観協力寄付金として、 500円以上の婚賜を募る。志をしをした参観者には、渡る声援ガイドブックが贈呈される。3月から10月、9時17時、11月から2月、9時16時。ありがとうございます。